フロアンティークのユミとキューティーです。今回は、ね、以前より結構質問にもあったんですけど、古着屋さんにねもうスタッフとしてなるにはどうすればいいんですかとか、古着屋さんってどうやったらこうできるんですかみたいな部分についてね2人で話していきたいと思います。キューティーがね古着屋のショップの、スタッフとして働いてて、で僕の場合はオンラインショップなんですけど古着屋を経営してるっていうような立場なんでね、何か皆さんもねこれからなりたいですよって方のね、背中を押せればなって思います。でそれではね、まずキューティーさん、古着屋スタッフにまずなるためにどうやったらいいとなるためにで本当に最近よくでも言われるんだよね、お店だってさ僕も将来古着屋やりたいんですけどとか、古着屋で働くには本当にどうしたらいいんだろうってめっちゃ、店頭立ってて言われてて、でも本当にさ自分らもさこうやって古着の世界に入ればやっぱりどうやったらいいのよって思う。いやまず入る前は全く分かんなかったね。お互い今はなんか普通に古着を仕事としてやりたかったけど、1回就職してみたいな、そういうね1回段階もあったしね。そうでお互いね新卒で入って1年で会社辞めて、こっちの道に入ると。でその時キューティーがね、確かにミリタリアでね古着屋さんに入るにはまずは求人募集みたいなのがあるんで、そうですね、まずは求人募集あるお店を当たってみるみたいなところから始まると思うんですけど、古着屋って多分、2種類あって、チェーン店でたくさん店舗があって、で、たくさんスタッフがいるお店と、あと個人でやっててスタッフが 2,3 人とかしかいないお店っていうのがあって、それぞれの入り方がまた異なると思うんですけどね。そうだよね。なんか本当に個人店入りたい時は本当に募集してるタイミングで応募するか、あとはもう自分から、ちょっと勇気を出して「今スタッフ募集してますか?」とか聞いて、そうだね、そう聞いて運よく、ちょうど欲しかったんだよねみたいになったらちょうどいいじゃないですかね。でなんか、あとはね大手とかだと入りやすい、入りやすいね。まさしく僕が大学時代の時に渋谷の古着屋2が、リサイクルショップに働いてたんですけど、それも結構大きいところで、そこに関しては正直そんな難易度とかないんじゃないのかなと思ってて、やっぱ古着屋の店員って結構飛んだりするんですよね。だからね聞いたことがあってらしいですね。そうだからしっかりしてるよっていうのをちゃんと出せば、週5で入れますとかちょっと強気に言ってみるとかね、そういったもう真面目さっていうのは多分大手とかでかいところはいいんじゃないかなと思います。なんか若干バイト面接の受かり方みたいな、そう回になっちゃったよ。確かに確かに、それも趣味なんじゃないか。いいか。根本は就活と一緒で、そうだよ。確かにそう。正直ね、バカになんないよね。気持ちだけでどうしようもなんない部分があって、自分とその合う合わないもあるしね。でも本当にこの間お店で古着屋になりたいですっていう男の子には話したんですけど、古着屋で働くメリットはめちゃくちゃありますよね。そうだね。例えばどんなところがあるかなんだろう、古着好きなんでいろんな古着を見れる。特に僕とかは海外買い付けもちゃんと行ってて、もう一流でやってるお店の海外買い付けを体験してるので、なんか本当に世界中のトップレベルの古着をちゃんと見てきてる。それは結構自分にとっていい自信になってるというか、自信というかいい経験になってるというか、それはかなりメリットですね。海外帰ってめっちゃ楽しいしね。ユーミンもね行ってるから分かるけど、バカみたいに疲れるけどバカみたいに楽しい。バカみたいにやっぱ古着屋さんに入ったかといって、こんな感じでなかなか海外買い付けに連れてってくれるってことが非常に少ないんで、やっぱ個人経営の方を狙った方がいいと思います。古着屋店員になるにはまずこんな感じですね。で僕みたいな感じで古着屋さんをやるっていう方が正直言ったらハードル低いと思います。なんでかっていうと、今は本当にいい時代で、ベースだとかストアーズとかで、もう誰でももうヤフオクとかもメルカリもなんですけど、古着屋にもうすぐ慣れるとは思うんですよね。やっぱり自分のいらない服をね販売するのでもいいと思うし、ちょっと稼ぎが増えてきたらいろいろ調べてみて自分で会社作るのか、それとも個人事業主でやっていくのかとか、そういった感じで自分のレベルに対してやっていけば、ある程度はねできるんじゃないのかなと思ってて、毎月生きられるぐらいのお金は。で自分は最初そんな感じで始めてたんですけど、でもやっぱ海外でちゃんと買い付けして仕入れしてみたいなと思っ、そうなった時にやっぱり感じるのが、いやどうやって買い付けに行けばいいのっていう、ね、ああまあそうだね、そういうまあルートとか、まあ、紹介とかに関しては、まあ、なかなかやっぱクローズとはねコミュニティなんですけど、まあ、今インスタグラムがあって、インスタグラムでいろいろねディーラーとかがね、まあ、鬼のようにアカウントがあるんで、うん、自分で本当もう指使って探すっていう、まあ、今本当にいい時代になりましたよね、うん、足使わずとも自分のこの気概というか、それだけでどうにかなれる。だけどまあそれ以上に大切なのってやっぱりビジネスになってくるんで、ちゃんとお金を回したりだとか、うん、あとまあ取引先のそのまあ仕入れ先とかの信頼関係を作ったりとか、そういう方がずっと大事だと思うんですよね、うん、服が好きってもまあもちろん絶対必要だと思うんですけど、とにかくやっぱそこも求められるのは誠実性だとか、謙虚で真面目に取り組む人がやっぱり伸びてくるんじゃないのかなと思います。まあ本当に古着屋さんは誰でもなれると思うんで。まあ本当にね、なんだろう、オンラインショップだけでやってる人なんてまあ結構たくさんいるし、そういう人たち見てると、結構意外とねやっちゃってる人多いよね。もう本当にね、全然今って本当古着屋に弟子入りする必要もやっぱないと思ってて、まあでもそれは僕の見方の一つなんですけど、まあ、キューティーみたいな感じで、それもまた古着に入って弟子入りすることの良さなの、ね、お店で働くことのメリットはめちゃくちゃあるんですよ。あるあるある、はい、それもやっぱキューティーから聞いててればやっぱすごい成長してんなって思うし、うん、どっちも別に正しさだと思うんですよね。そうですね、うん、ただやっぱ古着屋ってどうなの、お金がみたいな、まあ、部分があるけど、まあ、正直言ったらあんまりね、なかなかそこら辺は難しい部分があるよね。まあ、古着屋ショップの店員もオーナーに関しても、まあ多分な就活やってて見たことある人いると思うんですけど、アパレル業界の売上高ってパチンコとかそういう業界の売上高よりないんですよ。だから世の中の人たちは服にお金を使うよりパチンコにお金を使ってるんですよね。結構悲しい現実があって、本当だよ、ね、アパレルってマジで儲かんないと思うんですけど、まあまあやり方次第でね、どうにか、まあお金を求めてアパレルやるのは違うとやっぱ俺らは思ってて、本当人に何かしてあげたいとか、何かを伝えたいとか、そういった部分がねやっぱ一番求められるんじゃないのかなと思います。お金を欲しかったら多分こういう仕事はやらない方がいいと思います。だけど本当に好きだったらもうね、まあそれだけでいいよって。そうですね、例えばうちのフロマンティークで買ってくださったお客様が、まあ、結構買った後ね、あれ買ってよかったですとか、あれとあれどう洗ったらいいですかね、どうやったらあれ洗えばいいですかって結構来るのがやっぱ嬉しくて、やっぱ自分が本当にいいと思ったものを買って、まあ、買い付けてきてそれを販売して、そうやって大切に扱ってくださってるとかっていうのがやっぱ給料というかね、まあもちろんビジネスなんでちゃんとお金は作っていかないといけないんですけど。で一番がそこですかね、僕に関しては。キューティーに関してはどう働いてて一番楽しいと思う？俺は今一番楽しいと思うのは、まあやっぱり、まあ、自信を持ってお店には自信を持つ商品を並べてるので、まあ、単純に本当にそれをこう手に取って「あいいっすね」って買ってってくれる瞬間がやっぱ一番楽しいですよね。でなんかこう次来た時にそれを着てきてもらえるとか、なんかそういうのが嬉しいですね。確かに、それぐらい楽しくてやっぱやってるに近いですね。服が好きっていうよりもなんかこう人っていうかね、そうですね、いや本当にまあ本当に古着屋をやるデメリット、まあねちょっとなんだろうな大変なところはあるんですけど、まあそれを超える楽しさが本当にあるかなと思います。でまあ、まとめになるんですけど、やっぱその古着屋スタッフにまずなるには入るにはっていう部分だと、まあ、やっぱりそういう人柄とかね、まあ、タイミングもやっぱあるんですけど、まあ、真面目さとか誠実さとか、あったりするんですけど、やっぱりなんかこう例えばキューティーのところに働かせてくださいって時に、やっぱキューティーが働きたいと思う人がどうかっていう目線だと思うよね。まあ一例で言うと、まあ、ミリタリーアンコールであれば僕とか僕のオーナーが一緒に働きたいかっていう。思うことが大事で、あとまあ僕が思うのはちゃんと自分のスタイルをこう確立するというか、まあ探求心がある、お互いまあめっちゃ探求心あるんで、まあなんかそれと同じぐらいのこう探求心があるというか、そうね大事だよね。結構あと自分で持ってない視点持ってる人、ああそう、まあそれは結構重要かな。この子と一緒に働きたい、やっぱこの子面白いなって思わせることが重要っていう、まあ結構抽象的ですけど。でもほんとそれが一つの答え、やっぱり合う合わないってあるじゃないですか人って、ね、それはまあしょうがない部分だと思うんで、まあもしダメだったらダメで、まあ、じゃあトライアンドエラーでじゃあ次やってみよう、なんでダメだったかみたいな、まあ、PDCA 回していくみたいな、ね、感じでやっていくのがいいんじゃないのかなと思います、うん、でまあ古着屋をやるにはって部分だと正直こうやって足を動かして手を動かして考えていくっていうのはやっぱ方法で、まあ、本当にね、まあ、さっきも言ったんですけどいい時代になって誰でも始められるんで古着屋さんっていうのは、まあ、さっき言った買い付けのルートだとか、まあ、どの国に行けばいいとかそこはもう手先の部分だと正直思ってて、まあ、重要なのは本当やっぱね真面目さというか、うん、ちゃんとお客さんに向き合うことなのかなって思います、まあ、自分も常に日頃それを自分に言い聞かせながら、うん、まあ毎日こうやって撮影したりとか買い付けのこと考えたりとか、まあ、仕事したりはしてますかね、うん、まあこんな感じでね まあ、なかなかちょっと伝われたのか結構抽象的な部分が非常に多かったんで難しい、そう難しいですね。誰もなかなか教科書もないんでそういった学校もないしさ、まあ皆さんもなんかいろんな思う夢とか目標があると思うんで、うん、ねやっぱ古着をさ、ね、周り好きな人が多い方がやっぱいいじゃん。そうですね、本当に自分の好きなものを信じてやっていきたいですね、はい、みんなで、ね、そうですね、はい、全然難しい世界じゃないと思うんで、うん、そんな感じで今日は終わりたいと思います、はい、それでは本日もご覧いただきありがとうございました。インスタグラムのフォロー、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは。